はい、それでは S2000 の試乗インプレッション行ってみたいと思います。希少なイエローですね。 AP1 型です。走行距離は、89,300キロぐらいですかね。まあこの年式を考えたらね、まだ10万キロ超えてないっていうのはかなり距離少ない方じゃないかなと思います。あと、まあ基本ノーマルですね。特に変わっているところはなくといった感じです。で、ワンオーナーの車になります。すごい乗り心地がいいですね。なんかしっとりしてる感じ。ミッションの入りも問題ないですね。で、クラッチはですね、多分これ変えてないと思います。まだあのペダルの重さがまだ変えてない、これぐらい走ってきた時の重さだなっていう感じなので、まあクラッチはですね、どっかのタイミングで交換を視野に入れといた方が良さそうかなっていう感じですかね。普段何か変な音が室内に入ってくるような感じもないですし、とても乗りやすいですね。うん、結構解凍性もいいですね。なんか変な振動もないですね。なんか S2000 結構距離走ってくるとこう微妙なね振動みたいなのもあったりするんですけど、それがない。すごく乗り心地がいいです。ブレーキの効きも問題ないですね。まあ、内外装もですね、かなり綺麗な状態なので、まあ、やっぱりワンオーナーで結構大事に乗ってきたのかなっていう、そんな感じな状態ですね。で、ホロもガラスホロですし、まあ本当こう素の S2000 このままね、なんかこう特に変にいじらずに、なんかこう乗ってもらいたいなっていう感じですかね。すごい各部綺麗に乗られてきてるので、うん、エンジンの吹き上がりもやっぱいいですね。まあ特段今乗っていて何か違和感を感じるようなところはありません。はい、以上 S2000 の試乗インプレッションでした。